ワット・プラタート・ドイ・ステープ・ラーチャ・ウォー・ラウィハーンは、台北部、チエンマイ県にある、仏教寺院。1383年に、ラーンナー・太王朝の6代目クーナー王によって、建立された、通称ワット・ドイ・ステープ。ドイ・ステープイコール・プイ国立公園の内側で、チエンマイ市を見下ろすステープ3の山頂に位置し、市街地から寺院の門までは、 舗装道路が整備され自動車で行くことができる。門から山頂までは2匹のナーガが掘られた306段の石段がある。寺院には金色に輝くチェリーがあり、仏車利が収められている。寺院までの道路は1935年に高層 c ビチャイによってわずか4ヶ月22日間で建設された。その功績を称えろくには記念碑がある。また寺院内には 黄金の像が建てつられている。山門から寺までは、ケーブルカーがあり、石段を登らずに寺院に入ることもできる。毎年後、6月頃に、麓から寺院まで水を担いで登る年中行事があり、そんなアムプラタートと呼ばれる。毎年多くの人々が参列する。プラタート同意ステープは、プラタートプラチャムピークートの一つであり、 羊の生まれの人が巡礼に訪れるべき場所とされる。巡礼においては、以下の教文を唱えることが推奨される。ありがとうございます。